みなさんこんにちは、タカポングルメチャンネルへようこそ。今回ですけど、町中華おすすめ3選紹介していきます。はい、今回ですけど、私が食べ歩いてもう美味しかった、これは皆様にぜひ食べてほしいというおすすめ町中華3選紹介していきますので、動画を最後までご覧ください。それではお店の紹介へレッツゴー、いってらっしゃい。営業の案内です。変更している可能性もあるので一度お店に連絡してください。さあ、メニューを見ていきましょう。単品メニューからコースメニューまで充実しております。調味料も充実してます。餃子2人前です。癖になる餃子がめっちゃ美味しいです。こちらスーラータンです。酸味とピリ辛のスープがたまらなく美味です。麺は中太縮れ麺となっております。チャーシューも美味です。こちら途中でニンニクチップをかけて、麺と一緒にすすれば最高です。営業の案内です。変更している可能性もあるので一応お店に確認してください。さあ、メニューいきましょう。じゃがいもと肉の炒め、美味しすぎてやみつきになるのでご注意ください。餃子です。餃子好きな人にはたまりません。次にあさりそば、たまらなく美味でした。営業の案内です。変更している可能性もあるので一度お店に連絡してください。さあ、メニューいきましょう。こちらたくあんも食べれます。最初にソース焼きそばです。このソース焼きそばがたまらんぐらい美味でした。次に餃子2人前、キムチ、こんだけ入って豚の唐揚げが500円、チャーハン中華スープ付きです。このチャーハンもやばいぐらい美味でした。ごちそうさまでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。